平成24年11月9日です。東京ミッドタウンで開催されております第4回港区ものづくり産業観光フェアの様子をご紹介したいと思います。港区ミッドストリートというイベントです。この中からですね、写真、これ港区でいろんな場所を撮った写真ですけれども、この中から1枚を選んで、そしてスタンプを押していく、そしてそこでまた色を描いたりして、自分だけの街を作っていこうというようなイベントです。これがスタンプですね。はい、これが出来上がった拡大版の写真です。東京タワーの写真ですけども、道路歩いてる人、空飛んでる人、いろんな人いますけども、こんなような形で、自分の街を作っていこうというイベントです。これお台場の自由の女神の前ですね。そしてここはどこか場所は分かりませんけど、たくさん人がいます。はい、こんな感じです。売れたー、この人何人も怖っ。であと1個知ってる。壊したらこっち持ってきてね。スタンプって1つなんですか？うん、いっぱいあるよ。これのことですよ。そうそう、これスタンプね。はい、かわいい。はい、はい、スタンプは持って帰らないでくださいね。いろんな形の人、ペタ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 って思ったね。結構いいよ。飛び降りてる。飛び降りてる。あ、本当だ。人がビルから飛び降りておりますね。やばいじゃん。衝撃に持ち上げられて。手が黒くなったらこうなる。はい、一人一枚ですよ。お願いします。ごめんなさいね。はい、あ、よくできました。よくできてますね。私も自分のを作りました。これは、鳥居坂下の交差点から、六本木ヒルズを見た写真に書き込んでいます。上の方は交通安全、人生探しのため木の用心、下は灰がスノー、犬にとってもいい街港、よくわかんないけどご飯食べたい、頑張れ港、頑張れ日本という感じですね。はい、毎年東京都主催の産業交流展でも展示されていますけれども、そしてまた私の、ブログでも何度か紹介をしております、オールライト工業所さんのこのウェザーキャップ付きの車椅子、今年は2台展示されております。このウェザーキャップ、もうこの4年5年前からこのブース、いろいろ何度かお邪魔をさせていただいてますけれども、年々進化をしているわけであります。その様子が手に取るように分かります。去年は確か築地 の、 荷物搬送用の、なんて言うんでしょうかね、ああいうカートですね、その
それにもこのウェザーキャップが採用されたということを紹介させていただきましたけども、今年も、オールライト工業さん、頑張っています。こういうアイデアを港区もですね、公共施設などで活用してみてはどうかなというふうにも思います。これなら雨の日でも、体の不自由な方でも外に散歩することもできる、あるいは強い日差しの時でも外に出かけることができる、そういう素晴らしい車椅子であります。こちらは港カルタでございます。地、長春で理想を説いた演説館、タ、これ大使館ですね。港区にまつわることを全て絵札にしているわけであります。全部並べるとこれ港区の地図になるという優れものなんですけども、こういう形で子どもたちに港区の特性を知ってもらうのも大変いいのではないかなというふうに思います。でもこれ重要ですよね。で、元気な人が書いてほしいんですよ。そうです、元気なうちに書いてほしいってことをね、確かあの委員会でも言ったはずなんですから、保健福祉条例委員会でもね。これエンディングノートですね。亡くなられる前に、生きてるうちに、メッセージを残していこうというノートです。ここに書いてますね。こういう死んだ後のですね、残された家族は困らないように、いろんなことを生きてるうちに書いていくということであります。ある種これ家族思いの企画ですよね、こういうのっていうのはね。うん、残していくと、これ区内の NPO さんで、トータルライフサポートさんっていうところなんかが、エンディングノートの書き方セミナーみたいなのを年中やってるんですよ。あ、はいはい。でこの NPO さん あのいわゆるなんていうんですかね、こう市民講座にはいつも満席なんですよ。だから興味がないわけじゃないんですよ。そうですね。いや、間違いなくニーズあるはずですよ、これ。こういうのは区の公共施設で置いてね、自由でこう持っていけるようにすると、だけど、だから千代田区はこの間の請願の時に言ったように、千代田区はいわゆる区で採用してるのに、区で採用、港区は公がこれに関わるのは良くないとかね、なんかいろいろもっともなし理屈つけてね、もうあの各党各会が一緒になってなんかせっかくの請願をなんかダメにしてくれたの、私も忘れもしないけど本当に。まあ、あのこういうですね、旅立ちノート、こういう企画もしておりますので、ぜひ区民の皆さんも知っておいてくださいね。これよろしくお願いします。こちらで、エンディングノートの書き方講座をやってて、もういつも、区内の、方たちがこちらの市民講座にお見えになっています。素晴らしいですね。この取り組みをしておりますのが、この港印刷ネットワークの皆さんでございます。誰かあのこのエンディングノートと港カルタについてのお問い合わせはこちらの方にぜひよろしくお願いいたします。港カルタの入選作品、これ区民の皆さんからいろんなアイデアとか絵をですね集めてこういうふうに作っているわけです。これやっぱ公募したんですね。そうです、ここですね。区民とか港区は好きなんです。区民の皆さんから、絵を公募して、このような形で、カルタにしております。区長はじめ港区ゆかりの人たちに審査をしていただいているということです。皆さんこれ分かりますからね。ちょっとこれ見てみましょうか。寺の町お城いつける地蔵尊、ね、手、そうするとこの手の絵が出てくるわけです。スピア付き、はい、これ和菓子の知識もいただくトラヤで、裏面に見ますとこのトラヤさんの絵が出てまいります。例えば郊外の丘を見下ろす六本木ヒルズ、ここです。そうする郊外川のいわれのかつての麻布郊外町、刀の郊外が言われたそうですね。
現在延期となって郊外側の両側が休業地帯ということです。郊外公園や郊外小学校、そして私が働いておりますセブンイレブン西麻布三丁目店もここにあります。あとはなんかありますかね。麦亭の麦亭残る馬屋の赤レンガ、こちらこうなっております。こちらか、はい。